今回紹介するのは、お一人様さまの最後、という本です。在宅一人死のすすめ何でもあり、どんな死に方もあり、身近ない友人の死を経験して、次はいよいよ私の番だ、と切実な関心のもとに、医療、看護、介護の現場への取材から得た収穫を惜しみなく大公開、一人暮らしで、 ぽっっくり言ったように見える人も最後の日々が本当はどうだったのかどんな苦しみや不自由や無念や寂しさがあったのか誰にもわからない少なくとも私自身は一人暮らしをすることになって体が衰え死を予感したら臨終まで追い出されない療養型の病院に入り 延命処置は望まない苦痛だけ抑えてほしいと頼もうと思う本書にもある死の間際になって施設から病院に移され辛い延命処置をあれこれされてチューブにつながれていくのは嫌だからそして友達は当てにしない親友でも。 ちょっとフォローしてもらえたらラッキー程度に考えておく人はみんなそれぞれに病気や介護や深刻な悩みなどの事情を抱えているし仕事をしながらの頻繁な見舞いは大変な負担になるから今後一人暮らしに突入するしないにかかわらず自分の最後を託せる施設の候補とお金だけは持っておこうと思う本書のおかげで 人生の最終章の過ごし方がはっきり具体的になったことに感謝する以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします